この間買った、昨日の、食べ物ですね。後で、レシート見せようと思ってるんですけども、ちょっと背中見てもらっていいですか？ピンが合ってますかね？ジンマシン、出ています。これ。ちょっと待ってください。こっちの電気つけておいた方がいいのかな？見やすいのかな？ちょっと待ってくださいね。置きます。保健所の人たちに見てほしいんですけど、背中、いろいろじまじん出てると思うんですけど、これ、昨日買ったお弁当、半額のお弁当、常温で、置いてるお弁当を、買って食べたら、もうすぐ、ああなりました。大きな、まるで蚊に刺されたかのような後の、じまじんなんですけど、前日まで、家の中に、ほぼ入ってきてないです。で、倒してます。大体手で叩いて。で、ちょっとね、そのレシートあったかな。ちょっと待ってくださいね。新鉄食彩館という、神戸市北区、神戸電鉄の岡場駅の真下にあるところなんですけども、ちょっとレシートが見当たらないですね。捨ててしまったかな。お弁当なんですけども、これだと思いますね。17日、7月17日、ちょっと物を抑えますね。19時57分、レジで、買ったんですけども、俵おにぎりセット50%引きか、炊き込みご飯3食、お次、これ、おこっていう言葉が昔流行ったのも、このお弁当を食べたら、じんましん出てくるよと、50%引きの時、時間が経過して、常温で置いてますから、もう最初から多分無理なんだと思いますよ。常温での弁当を売るっていうの。もっと早い時間に、例えば、水だったら、これ、新鉄食彩館の人にも、覚えていただきたいんですけども、水だったら、前日の晩から、ペットボトルに、水入れて、冷やしておいた、何時間も経過した、朝になったら、しっかり冷えてる水なんですけども、7時16分から神戸電鉄に乗って新開地へ行って、そこから阪急電車に乗り換えて、大阪府の淡路と東淀川区の、駅まで行くんですけども、その時点は、エアコンが効いてるわけじゃないですか、電車の中、ある程度は。電車の扉が開け閉めがあるにせよ。で、到着した時刻は9時ぐらいなんですけども、12時ぐらいまでのその3時間の間に、もう水腐ってました。もう12時以降に、ペットボトルの水飲んだら、ジンマシンが出てくると。もうこれが現実なんですよ。だから常温での保管なんかもう、もっての保管だったんですよ、きっと。食べ物余計食品のロスとかが出るのと、食品のロスが出るっていうことは、余分な物流があるっていうことでありますから、だから、生産量を、低下させるっていうのも、それも、お店にとってまだマシな方法であるのと、あと、これはもう、人としてこれはまずいですよ。ジンマシンが出るような状態になる前から、値段安くして売り切らないと。これちょっと人として間違いすぎてます。今、新鉄食彩館さんだけを責めてるんじゃなくて、そしてこれ責めてるんじゃなくて、これは改善してほしいと。で、これはイオンモールさんもそうですし、日本中の食料品を置いてるところがそうなんですよ。で、あと、今回コンパクトに、保健所の方に見てもらうために、まとめておきますけども、作り置きの、お弁当屋さんとかで揚げ物とかを、忙しい時間帯の前に作り置きとかである程度揚げてしまったりするじゃないですか。で、それがもし売れなかった場合、夕方とか買いに来たお客さんが食べたらどうなるかって、これ僕のことなんですけども、家の近くにあった、今現在、ゲオとかの、お店の斜め向かいにあった、業務スーパーさんでもいいです。ホットモットっていう、お弁当屋さんが
あったんですけども、そこでもジンマシンが出たことありますし、まあ、この家の近くにも、歩いて5分以内のところに、ホットモットっていう、まあ、お弁当屋さんもあるんですけども、そこでもね、一回ジンマシン出てるんですよ。軽くですけども。だから、これ、もともと僕、ホテルマンとして働いていて、まあ、飲食関係だったわけじゃないですか。だから、教えてもらってるんですよ。ドレッシングとかは絶対冷蔵庫に入れとかなきゃダメだよっていうことだとか、すぐ腐るからっていうことで。で、あと、まあ、ゴールデンウィークとかで、ね、もともとなかなか開けないような、お店のところも開けて、まあ、物を販売したりとかあるんですけども、揚げ物と唐揚げ等に関しては、もうあんまり作り置きしたらあかんでと。で、余ったら余ってもう大変なことになるからと。食料を完全に廃棄しなきゃならないわけですから。それしたら、お客さん、ジンマシン出るからと。そういうことをもともと習ってて知ってるんですよ。だから、その辺のところでね、食料品の扱い方に関しての、対応の仕方、常温で販売してるものに関して、もう作った段階から、4時間以内に売りましょう。もうこれだと思いますよ。一番安全なのは。いや、だからね、6時間なり何時間なり経過してるから、半額になった時に、買った時に、ジンマシン出てるんですよ。それが、その日の23時まで持つだとか、22時まで持つだとか、21時まで持つとか、全部嘘なんですよ。消費期限が。それ消費期限じゃないんですよ。いつまでに消費しなきゃならないかは、ジンマシンが出ない段階でもう販売しなきゃならないんですよっていうことなんですよ。こんな商売の仕方してたらね、日本中が。これも社会めちゃくちゃになりますよ。ただでさえめちゃくちゃですよね。テレビはテレビで、今まで放送していたフェイクの事件を何回も何回も放送する。これもう理性のタグが外れますよ。こんなダーティーなお金の稼ぎ方はない。もうホテルマンの仕事は本当に厳しい世界でしたから、本当にめちゃくちゃ怒られるときは怒られますし、物を投げつけられるときは投げつけられますし、それは今の時代ではパワハラっていうことになってますけども、一部しょうがない部分もあると思いますよ。何でもかんでも許してたら、こんなめちゃくちゃな世界になるんですから。で、まあ、ちょっと自分の皮膚をちょっと撮影しますけども、この辺映ってますかね。これもともとジンマシンがあったりとかして、描いたりとかして、で、それで肌の色は変色してるんですよ。で、まあ、この辺もだいぶマシになりましたし、火星の撮影で、水が腐るっていうことをあんまり気がつかなかったものですから、やっぱりこういうふうにジンマシンが出て書いて、で、この辺とかね、もうちっちゃいジンマシンとかだらけだったんですよ。これ、なんとなくジンマシンの跡みたいなのがわかると思うんですけども、水っていうものも本当に気をつけなければならない。まあ、だいぶ最近はまだそこそこは眠れてる方で、まあ、体の回復とか、食べ物気をつけたりとかして、あれだったんですけど、昨日買ったね、その、弁当をちょっと油断していて、一つ一つのジンマシンの大きさが、蚊に刺された時ぐらいの、もうこれぐらいの大きさのジンマシンが、体にもう10個ぐらい背中に出て、もう食べた後直後だったんですよ。速攻性が早すぎますから、これ変なもの入れてないぐらいの感覚になるんですね、こちらとしては。だからまあちょっとこのあたり、保健所の皆さんとかも、食料の生産体制、もうテレビの放送の人口とかはめちゃくちゃで、1億人以上の人口の頃の話って、朝鮮半島と今の日本の国境と台湾と満州国を併合していた時期の人口なんですよ。で、満州国なんかすぐ近くに首都の北京があるんですよ。だからある程度人口密集地帯が入ってるんですよ。北部の方とはいえ。で、あの範囲で2050年には人口は7000万人台ぐらいになってしまいますよっていう話で、もうこれ僕が生まれてくる前の、1990、
1975年ぐらいから少子化が始まってるんですよ。でもう50年近く少子化が始まってますから、店舗なんか飲食店なんか出してもすぐ次々、倒産するでしょ。もう30年持たないじゃないですか。早いとこなんかもう10年持たないで倒産するでしょ。もともと政府は助成金とか出していてですよ、最低賃金を上げるために600万円の、いろいろ条件満たしなんですけど、600万円の支給をしたりだとか、雇用助成金とかを出したりとかしてですよ、1年間、確か1年間働かせてあげたらだったと思うんですけども、まあ、1週間の労働時間が何時間だったかとか、それあんまり細かい分はもう覚えてないですし、その書類の内容も今まで何回かコロコロ変わってるんですよ、確か。で、まあ、100万ぐらい、1人当たり、出るんですよ。だから短時間労働者で、一月180時間の労働時間のない人を、ある程度雇って、雇用助成金で1人当たりにそれ100万ついてくるんだったら、会社が出してるお金ってあまりないんですよ。さらに最低賃金上げる600万円の話まであったら。それで店舗出してしまうんですよ。稼げるんじゃないかと思って。違うんですよ。もう根本的に人口が50年近くも少子が続いて、もうめちゃくちゃなってるんですよ。今の日本の国境内に3200万人いるかどうかわからないんですよ。前輪の地図見て、どれぐらい空き家があって、どれぐらい人が住んでるか、もう僕は調査終わってるんですよ。昔、昭和株式会社という仕事で、まあ、その当時、まだ市長だった、フィリピンのドゥテルテさんっていう人も、昭和株式会社北神戸店に、一枚ものの三田市の地図見に来たんですよ。本当にインターネットで発表している行政の人口通り、これ本当に人数いると思いますって。これ最悪7分の1か8分の1か、それぐらいですよって。でその後なんですよ。まあ僕からの推薦等もあって、フィリピンで大統領になられてるんですよ。だから根本的にもう今は企業合併の時代であって、店舗を出すような時じゃないんですよ。店舗を出すから余計にエネルギーを消費して、エネルギーの残存量問題一応言っておきますね。僕は若い頃で、石油の技術的採掘可能埋蔵量が1998年ぐらいの頃、69年分です。で2011年のデータで59年分、2022年のデータで54年分なんですよ。ガスなんかも2022年のデータで残り49年分ですよ。天然ガスの、揮発したものの、天然ガスの7割以上は原油の揮発したものなんですよ。これがこの世の中の実態で、みんないろんなことほったらかしにして物事を過ごしてきてしまったんですよ。ある程度自然再生可能エネルギーは普及してますよ、普及してますけども、一番メインとなるとんでもない発電量を出す、僕の河川水門開式ダム発電とか、かまど発電っていう重要なものが全く進んでない。メタンガスを抽出するところとか。それはイコール節約にもつながりますから、プラスマイナスが全然変わってくる。かまど発電と、その、メタンガス抽出場のワンセットの方式は。生ゴミからメタンガスを抽出できるんですよ。作ろうと思ったバイオエタノールも作れます。それは神戸市立ホテルフルーツラーパークでもともと公開してるんですよ。みんなが見れるように。あれ、本当はワインっていうものは、ブドウから作ったりしてるからみんな飲みやすいから飲んでるだけであって、その辺の草から作ったお酒ですって売ったら、みんな飲む気しないでしょ。売れないからそうしないだけで、その辺の草からでもバイオエタノール作れるんですよ。発酵させて蒸留すればいいだけですから。生ゴミも同じですよ。ただ生ゴミをそれすると、いろいろ、かき混ぜたりしなきゃならないから、周りの近隣の家とかに臭かったりしたら困るから、そのまま、気化してくるものでメタンガスが抽出できるから、抽出装置つけておいて、それ日本中で10万箇所ぐらい設置しておいて、ゴミ捨てに行くとき、燃えるゴミと生ゴミがあって、生ゴミを燃えるゴミのところに入れてるのであって、燃えるゴミはそのままストックしておいて、小中学校、高校、大学でかまど発電を冬場に使ってもらったらいいと。発電しながら暖が得れると。燃焼室がものすごい温度になるから、
熱は高いところに上っていきますから、2階とかエアダクトつけるだけで勝手に空気が送り込まれていきますから、さもう燃焼室ものすごい温度になりますよ。もうこんなとこ終わられへんっていうようなぐらい、もう T シャツで冬場でも、もう汗びちょびちょになるぐらいで、要するに手で運んでいけるわけじゃないですか。小中学校ぐらいとか高校とかね、近隣のところであれば歩いていけるところですから。で、係員をつけて、かまど発電を行ってもらったらいいし、例えば神戸市内だったら、倒木と流木と、河川の底の、両サイドに生えて、河川の底も含めて両サイドに生えている、いらない木、その伐採の量も含めたら、10万本以上木材集まるんですよ。もしかしたら倒木だけであるかもしれませんから。ちょっと山入っただけで、1時間歩いただけで1000本ぐらいあるんですよ。倒木と枯れてる木と流木が。どこ行ってもそうなんですよ。そうすると神戸市北区の範囲とか地図でまともに見てもらったら分かると思いますけども、ほとんど山やんって。西区もそうですけども、これ青井さん上りで1時間ぐらいで あんなに見つけてるけども、実際も証拠の映像を押さえてますから、これ倒木流木だけで10万本以上あるんじゃないの。それ拾って冬場にかまど発電してる間に、全部の全ての小中学校、あの燃えるゴミも含めて、もう多分もう燃えるゴミだけでも、人口密集地帯だったら密集地帯で人はたくさん住んでるはずですから、4月から10月までストックしておいて、まあ、10月下旬ぐらいまで。で、11月ぐらいからかまど発電を始めたとします。で、それで暖を得ながら、売電をする。ゴミ収集車なんて回らなくてよくなるんですよ。あとメタンガス抽出場、生ゴミを自分で捨てに行くところ。10万箇所ぐらい作ったら歩いてすぐですよ。もう15分以内のところ。で、生ゴミってあまり出てこないですから。料理自分で家でされてる方だったらわかると思いますけども。もう数週間に一回、数人の家族で住んでるところでも、数週間に一回捨てに行くぐらいだと思いますよ。もうよっぽど手料理にこだわられてる方だったら、まあ一週間に一回、まあ、例えば4人家族とかだったら、まあ捨てに行くぐらいで、簡単ですよ。それがで、10万箇所も設置できてメタンガス抽出できたら、日本中のほとんどのトラックは、多分そのメタンガスで動きます。今しなきゃならないのは、スーパーマーケットとかでも、まあ、ある程度はもう絶対どう頑張っても、廃棄する食料品は出てくると思います。だからそれを、ちゃんと行政の方でメタンガス